吉典、対するライオンズの先発は岸となっています。さあ間もなく試合が始まります。さあ注目の立ち上がり、ライオンズの攻撃、トップバッターは片岡。さあ1球目、真ん中にストライク、初球空振りから投げた、スライダー空振り、追い込んでから第3球を投げた、打ちました。ガイエル足が止まって構えた、取りました、ワンアウト。左バッターボックスは2番クリアマン、第1球を投げた、思い切ったスイング空振り、初球ストレート、1球目空振りから投げた、カーブ打った、センター前に出る、ゆっくりと構えた、掴みました、吉典センターフライに打ち取りました。右バッターボックスは3番中島、第1球を投げました、打った、これはヒットになります。中島2塁も狙う、ボールは中継、吉典左中間へのツーベースヒットを打たれました。そして右バッターボックスには中村、さあ初球を打った、ファウル、第2球を投げました、スライダー決まってストライク、さあ追い込まれました、投げました、おスライダー外れました、2アンドワン、第4球を投げました、三振、完全に振り遅れました。ライオンズスコアボードに0の文字が入ります。これからスワローズの攻撃に入ります。先頭バッターは福地、第1球を投げました、打った、ゲスト前ヒット、さあノーアウトで先制のランナーが出ました。第1球を投げました、外角高め、直球ストライク、インド落ちました、ファウルボール、投球3球目、低めの球、見逃し三振、これでワンアウト、ランナーは1塁に変わります。バッターは3番青木、初球流し打ち、ファウル、打ちました、二遊間ライナー破った。さあこれでワンアウト、ランナーは1塁2塁、そして迎えるバッターは畠山、第1球を投げた、ストレート空振り、これも空振り、必死追い込んでいます。さあ3球目、全く当たりません。バッターは5番レントナー、さあ1球目打った、流し打ち、1・2塁間ライナー破った、本塁へ、スワローズまずは初回先制、レントナータイムリーヒット、バッターは6番ガイエル、アップスコープ、ストライク、第2球を投げた、直球決まってストライク、もう追い込んでいます。さあ3球目、空振り三振、ガイエルスイングアウトの三振に倒れました。1回が終わって1対0、スワローズ先制点を挙げています。2回の表、1点を追いかけますライオンズの攻撃、先頭バッターは5番 GG 佐藤、初球ストレート空振り、ワンストライクノーボールです。投げました、空振り、バッター追い込まれました、投げました、ストライク、空振り三振、 GG 佐藤かすりもしませんでした。第1球を投げました、カーブ決まってワンナッシング、投げました、インコース詰まった、切れていきます、ファウル、ツーナッシングから投げました、直球打った、一塁アウト、バッターは7番細川、第1球を投げた、内角外れてボール、ノーストライクワンボールです。第2球を投げた、内角大きく外れてボール、ゆるい球決まった、ストライク、打った、ヒット、センター前ヒットになった、バッターは8番五勝か、投げた、ストライク、アウトコース厳しいところ、ワンストライクノーボール、インサイド空振り、第3球を投げました、スライダー打ちました、ファウル、バックネット方向に飛んでいきます。ツーナッシングから投げました、決め、空振り三振、ここはカーブで仕留めました。2回の表が終わって1対0、スワローズ1点リードは変わりません。これからスワローズの攻撃に入ります。この回のトップバッターは田中、投げました、あっ、シュワットだ、バッターは8番相川、
投。バッターはピッチャー吉典。外野手は前の方に守備位置を取りました。投げました。おっとバントだ。ファーストへアウト。岸下位打線を三者凡退0点に抑えています。2回の裏が終わって1対0スワローズ。この回の攻撃は0で終わっています。ここでタイムを取りました。ピンチヒッターは清水。ライオンズ選手の交代をお知らせいたします。バッター清水。投げました。真ん中直球決まってストライク。第2球を投げた。ファウル。投球3球目スライダー外れてボール。これは完全なボール球。ツーエンドワンから投げた。打ちました。バットの先っぽ。田中手を挙げて取りました。これでワンアウト。打順は1番に戻って片岡。第1打席はライトフライに変われています。第1球を投げた。おっつけた。ファールボール。第2球を投げた。カーブはボール。危ない球。投げた。打った。ガイエル前進。ワンアウトランナー1塁に変わります。バッターは2番栗山。第1打席はセンターフライに倒れています。さあ次の投球です。スライダーはストライク。バッター追い込まれました。さあ3球目カーブ見逃し三振。3球三振ズバッと決まりました。直球引っ張った。レフト前にヒットになります。ボールは中継。右バッターボックスは4番中村。さあここが試合の分岐点となりそうです。さあ1球目インコース。スライダー外れてボール。さあ次の投球です。真ん中ストライク。投げました。直球ボール内角へ。投げました。打ちました。センター下がった。青木両手を広げてここは余裕を持って取りました。吉典見事ピンチを切り抜けました。スワローズこのまま流れをものにしたい気迫が伝わってまいります。岸マウンドを降りまして大沼今日2人目のピッチャーとして登板です。スワローズこの回1番からの好打順。先頭バッターは1番菊池。これが2打席目になります。これは当たってくれません。ストライク。初球空振りから第2球を投げました。打った。引っ張った。ファウル。投げました。内角低め。打った。石井ボールを掴んだ。一塁ベースを踏んでアウト。ワンアウトです。打った。初球打ち。ヒット。さあワンアウトからのランナーが出ました。一塁へ牽制球を振ります。セーフ。さあ1球目まっすぐ空振り。1球目空振りから投げました。打った。センター前ヒット。青木ツーベースヒットを放ちました。ワンアウトランナー二塁三塁に変わります。ここで迎えるバッターは畠山。スワローズ追加点のチャンスを迎えています。ホームイン。バックホームはどうか。畠山タイムリーヒット。ここでタイムがかかります。大沼降板。小野寺今日3番手としてマウンドに上がります。ワンダーさんが1塁に変わります。バッターは5番デントナ。直球ストライク。直球はストライク。インハイへ。さあ2マシンに追い込んだ。第3球を投げた。内角低め空振り三振。デントナ3球三振に倒れました。直球空振り。一塁牽制セーフ。これもしかし空振り。第3球を投げました。スローボール空振り三振。全く当たりません。3回の裏が終わって3対0スワローズ。この回2点を加えています。これからライオンズの攻撃に入ります。先頭バッターは5番 GG 佐藤。今日の第1打席はスイングアウト。打ちました。これはファースト。自分でベースを踏んでアウト。ワンアウト。バッターは6番石井。最初の打席はファーストゴロに倒れています。打ち上げた。サード手を挙げた。取ってアウト。ジャンプ。バッターは7番細川。キャッチャー細川。投げました。真ん中にストライク。投げました。打った。ファール。後ろへ転がりました。ツーナッシングから投げました。打ちました。ヒット。
に変化球をうまく持っていかれました。第1球を投げました。打った。いったか、どうだ、入るか、ダイレクトフェンスに当たった。ボールは中継、二塁送る、セーフ。吉野に得意球を打たれました。ここでタイムです。さあこの場面で代打後藤、ライオンズ選手の交代を第1球を投げました。カーブ決まってワンナッシング、カーブ決まってストライク。さあ追い込まれました。低め、空振り三振。吉野に毎回ランナーを出していますが無失点に抑えています。小野寺マウンドを降りました。星野は今日4番手としてマウンドに上がります。これからスワローズの攻撃に入ります。この回先頭バッターは田中、第1打席はピッチャーフライに倒れています。いきなりセーフティーバット、ファーストよりアウト。バッターは8番ライト、最初の打席はピッチャーゴロに倒れています。第1球を投げた、アウトコース高め打った、ヒットになります。さあワンアウトからのランナーが出ました。さあ1球目、初球バット、セカンドで吉野に送ることができませんでした。打球トップに帰って福地、今度は右バッターを待つ、初球打ち、ヒット、吉野に2塁です。とさあこれで2アウトランナーは1塁2塁。第1球を投げた、ストライク、胸元厳しいところ、ワンナッシング。第2球を投げた、ストレート空振り、星野追い込んでいます。ツーナッシングから投げた、空振り三振、川島三球三振。4回の裏が終わって3対0スワローズ、この回0点に終わっています。ライオンズこの回は打順よく1番からの攻撃です。先頭バッターは1番片岡、今日3打席目、お外れました、ワンボール。さあ2球目、アウトコースの変化球ストライク、カーブを使ってきました、投げました、スライダーをインコースへ、ワンツー、投げました、打った、少し詰まっているか、これはヒットになります。左バッターボックスは2番栗山、これが3打席目になります。投げました、あっと打ち上げた、サーブ作りました。これでワンアウト、ランナーは1塁変わりません。バッターは3番中島、ライト打った、ショートボールを掴んだ、セカンドを送る、アウト、1塁へアウト、ダブルプレー、試合終了、吉野に完封勝利です。スワローズ見事ライオンズを下しました。